はい、こんにちは、ショートです。ちょっと今日は、ポケモンソードシールドのランクマッチじゃなくて、僕の最近のなんか身の回りの話みたいな、ちょっとそういう、なんか話する動画なんですけど、実はね、なんかサブモニターがもともと家に余ってたんで、パソコンから、その HDMI のケーブル2本繋いで、デュアルモニターにしたんですよ。写真をちょっと貼っとくんで、なんか雰囲気は多分こんな感じかなってわかると思うんですけど、これがなんかめちゃくちゃ便利で、すごいなんか、ゲームするにしても、なんかちょっとした作業するにしても、パソコンのね、でなんかやんなきゃいけない作業やるにしても、めちゃくちゃ、すごいなんか、便利だなって思ったんで、ちょっと共有しようかなみたいなね、感じなんですけど、まあ、やり方とかは多分ググれば出てくるし、めちゃくちゃ簡単で、デスクトップとかだと、グラフィックボードが入ってると思うんですよね。皆さんのパソコンにはおそらく。で、そこに HDMI のケーブルを挿す端子が大体多分2個か3個あって、普通にそこに、多分その今使ってるモニターとかに1本刺さってると思うんだけど、もう1本横にぶっ刺して、で、横のモニターにつけるだけでもういきなりデュアルモニターになるんだけど、なんかね、これちょっと説明が難しいな。要は、メインモニターで出てるものの左側になんかモニターが広がったみたいな感じなんだよね。で、例えばゲームする人だったらディスコードとかそういう通話アプリだったり入れたりしてる人がいると思うんですけど、それを例えばサブモニターの方に表示しながら、とか、まあ、あとなんだろうな、配信とかをするような人だと、OBS とか、あと配信画面をサブモニター側に表示して、で、メインモニター、サブモニターでコメントとか見ながら、メインのモニターでゲームしたりとか、あと今だと多分大学生でオンライン授業とかいう人めっちゃ多いと思うんだけど、そういう人だと、その、自分の主のモニターの方で、例えば、なんだろう、Excel とか Word とかでレポート作りながら、そのサブモニターの方に、それに必要な資料とか、あと、調べ物とかするじゃん。なんかこう、このデータってどうなのかなとか、そういうのをサブモニターに表示しながら、メインのモニターの方で、こう作業を進めるみたいなことができたりして、めちゃくちゃね、便利なんで、ちょっとよかったらなんか、モニターがまあ2枚必要ではあるんだけど、言ってでも多分今 Amazon とかで、なんか一番安い、とりあえずその、モニターとして使えるモニターみたいな、特に機能が優れてるとか別にないけど、ただモニターだよみたいなのだったら多分2万もあれば絶対買えると思うんだよね。1万5千円とかくらいで買えるんじゃないかな。昨日なんか近所の電気屋さん見に行ったら1万5千円ぐらいで安いのは売ってたんで、だいたいその前後ぐらいで安いモニターだったら用意できると思うんで、よかったらね、やってみるといいですよ、本当に。あとなんだろう、まあちょっとこれはダーティーな話かもしれないけど、なんかこうオンライン授業ってまあ言ってもさ、なんか暇な時はあるじゃん、少し。そういう時に、なんていうの、そのメインのモニターでオンライン授業視聴しながら、サブのモニターで YouTube 同時に見るとか、なんか、あと、まあ逆もできるよね。サブのモニターでオンライン授業見ながら、メインのモニターでちょっと、なんかこう、ちょっとゲームしちゃうみたいな。そんなこう、忙しいゲームとかじゃなかったら、まあちょっとできるし、なんかそういう使い方も、これはあまりね、推奨はしないけど、まあ、ちょっとなんか、オンライン授業がね、あまりにも集中できないと思ったら、こう並行してやったら集中できるんじゃないみたいな。これはちょっと聞かなかったことにしてほしいけど、まあまあなんかそういう使い方もいいんじゃないかなみたいな。あと単純にそのゲームやりながらサブのモニターで多分なんかマッチメイキングの待ち時間にちょっと YouTube 見るとか、あとそのゲームのなんだろう、例えばなんか RPG とかあったらさ、こうマップとかがわかんないみたいな、サブのモニターにそのなんか Wiki とかなんかで攻略情報を表示してメインのモニターでやりながら、こう、サブのモニター見るとかもできたりして、だから僕はこれ昨日実装したんだよね、この形を。僕の部屋に。ただ、なんかこう、まだ実装して2日目だから、あんまそれぐらいしか用途が思いついてないんだけど、多分、なんかね、無限に多分増やせるよね、やれること。さっきはなんかお昼に、ニートの人向けの、なんか配信をしてる人がいて、ニートの人向けかはわかんないけど、単純にその昼間ポケモンの配信してくれてる人がいて、それ見ながら、それをサブのモニターで表示しながら、なんかメインのモニターでちょっと、なんだろう、なんかポケモンやったりとかもできたし、まあまあまあスイッチだから別に、そのスイッチをさ、ドックから外して別にやればいいじゃんっていう話ではあるんだけど、まあ割とだからその気になれば別にメインのモニターで、例えばな、FPS とか、そういうパソコンのゲームやりながらでもできるんだなと思って、これガチで便利だから、本当に一回なんかね、騙されたと思って試してほしい。本当にやってみるといいと思うよ。で、結構安いんだよね。HDMI のケーブルを一昨日注文して昨日届いて、だから昨日実装したんだけど、なんか、Amazon で600円とか、
そのパソコンからちょっとサブのモニターが離れてるから、なんか家にある HDMI のケーブルだと長さ足んなかったから、長いの買ったんですよ。5メートルぐらいあるやつでもなんか1000円しないくらいで変えて、モニターはたまたま僕の部屋1枚なんか余ってるのを置いてあったんで、それに挿して繋いだんですけど、すごい良かったですっていう話でした。で、なんで今日こういうなんかちょっと話をしたかっていうと、ちょっとポケモンあまりにもなんかもうダイマックスは一生理解できないし、本当にこのゲームが構築もいい構築も持ってないしね、今全然勝てなくて順位も5桁まで落ちちゃって、ちょ今日もうポケモン無理だわって思って、ちょっとポケモンのランクマッチのね動画は今日諦めました。無理です。ちょっとまた頑張ってなんか構築考えてぼちぼち順位上げたいんですけど、ちょなんかね、新しい環境に全然馴染めないっていうのもあるし、8世代に入ってから始まったダイマックスも全く未だに理解できないし、なんかっていう強いやつは多分なんかもっともっとめちゃくちゃ深く理解、ダイマックス深く理解してんだろうなと思うと、この差で全然勝てないだろうなっていうのはなんかはっきり思い知りました。はい、じゃあまあちょ、それはね置いといて、そんなことはさておき、今日の趣旨はそうサブモニター、デュアルモニターね、ちょっとめっちゃ便利なんで、よかったらやってみてくださいっていう、ちょなんかなんだろう、こういう使い方とかめっちゃ便利ですよとかってあったらなんか教えてください。あとちょサブモニターのフレームレートが60fps なんだよね。でメインのモニターが240のを使ってるんだけど、なんかサブのモニターになんかね、 Chrome とかでなんかこうスイッチの配信マネージャーとか表示すると、なぜかメインのモニターのフレームレートが60に落ちちゃって、ゲームの設定とかはちゃんと240になってるから、でそのサブのモニターの方のそういう表示を落とすとメインのモニターも 240Hz に戻ったりするっていう、なんかそういう問題があって、ちょっとそこでね、サブモニターを活かしきれてないんですけど、なんか解決方法とか知ってる人いたらちょっと教えてください。コメントで頼みます。じゃあ、おっつ。